ドーン。入ったね、無事。今2時休憩する。布団から出てこない人1名。美味しい、いい感じ。じゃあいただきます、うん。えげつないこれ。美味しいってこと。バチバチ言ってきたよ今。本当だ。ゆうちゃんの好きな感じ。いい感じ。めっちゃいいよ。ブラックペッパーいきます。はい、あ、ごめん。でパン早く焼いて。もう全然着替える前に。うん。いい感じじゃない、見て色。もうすごいいい感じ。じゃあちょっとベーコン一瞬焼かすもんで、はい、あ、ベーコンレタスマフィンの完成です。あー、カリカリー。美味しい。そうだよね、地元密着型の地球式来るかもよ。あの東海なんちゃらみたいな。もう帰ってごめん、感化されすぎ。牽制。さあ、いいね。どうかやってほしい。どうか練習しなかったさ、うん、山ちゃんと撮ってくれんでしょ。もちろん撮れない。あざだらけになる、そこら中。そんなくだらん話。あ、めっちゃ汚い。信じられない。やだ。笑いに行く準備しよせ。フードモンスターが。フードモンスター。めっちゃ寒い、やばい。ここを開けたら。折れました。なんか旅行してるね。してる。ルー。久々じゃない、結構この。
いいな。ちょっと気になったでしょ、チョコチップアニノちゃんは。チョコチップに気になっちゃったな。アニノちゃん聞いてくれる？食べましょう。ね、めっちゃ美味しそうじゃない？うん、すごくいい感じ。あ、美味しそう。なんかさ、あれいる？器。このままチョコでいける？ちょっと白身がさ固まらんでさ、うん、ちょっとかぶせてもいい？蓋。蓋しまーす。でもううどん食べれるもんね。食べよう。はい。狭そうだけど大丈夫？クッション今乾かし中で。うん。美味しいよね、だし、うんうん。かなり生活感出てきました。あ、まだ。あ、まだ。あ、まだだね。うん。筋肉で潰さないでよ。大事な、あ、あったかい本のりもしかして。全然あったかくない。え、そうなの？ショック。人気が出すぎてさ、うん、きっと焼きたて提供できなくなっちゃったのかも。でもチョコチップにしてもいいかも。紅茶が待っている。こらごつんごつん、いただきます。うん、おすすめのメロンパン。めっちゃうまっ。あ、外カリカリじゃない？外はカリカリだよね。なんかマシュマロみたいな。パンこれ3個いけるね。2回目です。違う、中身も違う。違うメロンパンみたい。え、違うメロンパン。あ、そうなの？うん、サクサク。でもカリカリそうには見えるけど。もう一回いい、うん、チョコ終わるとこ食べや。めっちゃうまい。めっちゃうまい。これも、うん、ノーマル食べといてよかったなって思う。あ、やっぱり、うんうん。39歳なのね。そうなんです。え、嘘でしょ、雪見えんよ。見え？え、なんかさ、白いのさ、え、やばくない？白いの飛んでない？たまに。そうでしょ。え、でも見たし。待ってる。待ってたでしょ。え、初雪、今年雪観測しました。雪がやばい。足出して、あと鍋の鍋、鉄鍋出して、鍋の素出して、あと鉄フライパンもいるね。うん、パンツ濡れた時はマジビビったわ。こんばん。どこに？行きます。はーい。あ、いい匂い。こんな雪の日は鍋に限ります。ねー。うん？作っとこう、もうじゃあ。作っとくか。うん。で、今日の夜ご飯はてんてん。わー。イエーイ。鉄フライパンもちょうど持ってきたから、うん、これで美味しくカリカリに焼いてください。はい、頑張ります。お願いします。はい、お鍋さんもそろそろいい匂いがしてきました。わあ、焼き方もちゃんと書いてある？お届けしますって。すごいね、高級だよね。うん、高級だよこれ。あ、書いてあるよ。よ
かった、ね、ほぼ木箱じゃんねえ。すごい高かったから。高かったよね。うん、1000円はしたよね。した。ここにスーパーで買ったらさ安いのにお菓子の20円でケチってたのにおかしい。でもこれはご当地だもんね。そうだよ。フライパンでの調理ね。下フライパン油を少々引きます。餃子を10から15個なります。いたします。じゃん。わあ綺麗。ワンタンみたいだね。ワンタンみたい、うん、タレついてるね。じゃあタレとポン酢出そっか、うん、タレラー油。あ、タレラー油。タレラー油一緒だもんね。タレラー油部屋とポン酢部屋で、うん、はい。焼けたね。うん。焼けたってこと？うん。ありがとう。じゃあ餃子いただいていい？ありがとう。わあ、いい焼き色です。ラー油と特製だよ。でまずいただきます。はい、うまっ。乾杯乾杯。おいしい。やばい餃子。やばい。カリッカリでめっちゃ美味しい。やっぱり、うん、上手に取ったね。うん、いいの。え、すごい。ここから取るやん。うん。え、うまそう。やばいね。うん。いやもう取るのうまくない。うますぎ。どうして分からん。水の分量かな、こっち側にあった。ああ、そういうこと。関係ありそうだよね。いただきます。うん、カリカリじゃない？やばいよね。うん、うまっ。餃子うますぐあちらに。素早い。めっちゃ美味しそう。すっごい匂いにの、うん、韓国ドラマでも見ながら晩酌しよっか。綺麗なお部屋。本当すごい。いつも片付いてるねなんで笑った？うん、なんか布団がすごいモコモコしてるなって思ってなんか下にあるのかなって。え、今何時？今ね、痛くないんだけど、うん、1時半過ぎました。寝なきゃ。
くよ。おやすみ。おやすみ。一日目終了。だよね。うん。一日目。じゃないね、寝たのは2回目だね。うん、寝たが1日目。はい。これからね。うん。いただきまーす。どうした？もう火ついてないから。余熱で今食べてるけど、余熱でも熱い。今日は美術館に行くんだよね。うん、それでカメラして、うん、で今日こそ早く寝るの。ね。ね。中から本当は観光する予定だったのに12時過ぎに到着です。なんてどうしてでしょう。仕方ありません。似合う。999。お揃いする。でもやっぱスウェットの方がなんだかんだいいんだよね。そういうふわもこより。でもさ、うん、買います、買います。お揃い、これすごい気持ちいいね。うん、今日から快眠だ、快眠だ。これ因島って読むの？生きる口に。違う、今が因島で、うん、今からそのここに行くのよ。なんて読むのか分からんけど、山500円。でもトレーラー止めやすかったね。BGM も流れてるし、流れてる。フルーツ狩りの施設かもね、もしかしたら。そうかもね。温まる。これはかなりビタミン C 取れそう。こんな高台まで登ってきました。なんか猛獣飼ってる。話が。怖くて入れません。怖くて入れない。ちょっと枯れてきたね、声。声枯れてきた。怖いの、グー。グー。うん。近づいてみようか。白いね、あのワンちゃん。奥のワンちゃんは。ヤギに見える。Thank you.
っていうね。だからもっと見やすかったよね。焼きうどん、赤し焼き、これね、持ち入りガンモのたこ焼き器、これたこ焼き器自分でね、動く持ち入りガンモ、そうだね、なんか茶色いね、全部全部茶色い、体に良くないかも柔らかい系。完了。はい。今日は昨日よりも2時間も早い。眠たいよ、でも。眠い？もう眩しいかけそう。うん、はい。Good night。Good night。あれ？え、何も見え。大きい国？ちょっとキュッキュッキュッって手やってみて。すごい、でも天気悪い。曇ってる？うん。感じね、うん、このダイソーの中の丸ゴムがちょうどいいね。栗かぼちゃいただきます。じゃあ、行列できてます行列の火曜日の朝から行列です。もみじまんじゅうが、もみじまんじゅう晴れてたらすごそう。厳島神社、あ、すごい赤いやつ、赤いやつかな、どこ、あ、見える、ほんとだ、これかな、確かに見えるかも。これっぽい、これっぽい、ね、あ、これだね、これだね、見えた見えた、見える、すっごい、え、なんもないのに見えるの、うん、ただかも、嘘、すが、手が死ぬ山も、いや、手首冷やされたら死んじゃう、じゃあここら辺で温めさせて一回お願い、うん、それはさ、寒いよ、出たくても出れない、出たいんだよ、逆に悩みよ、うん、山口県にそういえば着いたんだった、あ、そうじゃん、ね、早っ、広島から山口は早かったね、あのさ、地図に通りながら行こう、うん、木で拾った卵、月の重力がすごかったから、だからこんなに鳥の巣ができてるの、釣りパメル、うん、持ってきそうでいい、逆に変、その3箇所にいらっしゃい、ええー、ダメだった、うん、いいね、行きます、はい、
携帯でタイマーする？うん、15分。九州まで来たんだから確かにまだついてないよね。でも福岡まで来たでしょ。福岡らへん、福岡なのかな、ここ山口県じゃないかな、まだマジで分かんない。あ、うん、あーぺん、うわー美味しそう。米が蓋を押し上げたよ。もうツナ炊き込みご飯です。うわ美味しそう。ねえねえ、これどんだけ大きいのこれ。こんな大きい鍋でこんないっぱい炊いちゃった。にぎりが5個作れた。うん、もうすぐ福岡県の門司港の方に行きます。出たよ。そうだよね、元気になるよね。だよ、今日ビタミン取ってないからさ、元気ないのかも、うん、そうかも。何取る今日は。みかんだ。みかん。でもやっぱ、ね、レモン買っとけばよかったかな。うん、レモン欲しいね。福岡方面で本線って言ったから大丈夫だと思う。早送りしてるこれ。4時以内に出たいから早起きしました。次47分だから、まだ夜景だよ。しかもやんちゃんベッドインターだからちょうどいいとこだな。ちょうどいいよ、ね、ルバくそいい匂いする。そう、うん、現在6時41分少しずつ明るくなってきてます。朝日が昇るよ。もうすぐだよ。うわー、かゆい。全然違う。やっぱり、ね、やっぱり垂れてきた。11時5分朝ごはんの準備です。わあ、いい感じ。あとはレタスを朝どれ野菜。
した。えい。はい。はい。なんかすごい早朝みたい、くらいから逆に。ね。すごい早朝じゃないんだけどね。うん。して。ベーコン。ベーコンちゃん。出来上がり。やってきた。本当やね。大丈夫？うん。結構やばい。次の出番じゃないわ。観音芋と美味しそうな酢を買ったの。いくらですか？220円と220円で。あ、これを量庫にしまうね。はい。次の道の駅に向かいましょう。はい、行きましょう。時に取っとく、ネギ巻いとったやつだけど。でも焼き新聞紙まだあるよね。いい、いいじゃん。いいよ。じゃあもうなくなったら捨てるね。うん。鍋もいい感じになってきました。こっちはナス。ひなちゃんは何やってんの？これは肩ロースちゃんを今日は買ったので、とりあえず数枚入れるだけにするね。うん、うん。ニノちゃんでも食べれるお肉ちゃんも、せーの。ニノチンやばい。よし、開けて。いい？どっち行ったか。こっちか、こっち。いきます。はい、オープン。あー、ふっくらご飯2合、ね、2合です。大食いです。わー、タンタン鍋。美味しそう。豚さんから出てそう味、ね、できました。じゃあ食べましょう。いただきます。いただきます。あれ、石油なんでそっちに1本持ってきてるの？取ってたのよ。大根の塩、どれから食べたらいい？塩、とりあえずご飯を。あ、おこげさんできてる。できてる。いいよ。
美味しい、うん、じゃあうまっ、うん、ナスより大根の濃くないですか。最高だよ山ちゃん、最高だね。大根おろしもう一回やりたいぐらい。7時17分今、うん、駐車場の広さはちょっとまだ今のところ調べてないけど、うん、火はつけたいなって思ってる。